要回来这个城，最后联军。ジェシカ先生、アンジェリカ。ごめん、来るのが遅くなった。マシューはどうですか？治療を受けたから落ち着いてきたけど、今はまだ昏睡中だね。アメルダが一日中そばに付き添ってる。ユリアさんはひどく衰弱してる。回復するまで少し時間がかかる。受了太多惊吓。不幸中の幸いですね。悪い知らせもあります。モンセルがついにアルハザードを手に入れました。アルハザード。今朝方、魔族がこの大陸に向かって侵攻を開始しました。これまでの騒乱で帝国は軍事力をほとんど消耗しており、防衛線は長く持たないでしょう。乱帝国は。魔剣を手に入れたボーゼルは、おそらくすべての魔性を復活させたと思います。魔族も続々と魔境の力湧いてくるでしょう。困ったな。以前倒した敵まで復活したのか。なんて絶望的な局面だ。だから今すぐ撃って出ないといけないの。魔族を撃退し、今度こそとどめを刺さないと。あ、シシさん、エラスト団長。我々はジェシカ様に呼ばれてきました。イバス連邦は諸君と共に戦います。それで作戦は。艾拉斯佐是工兵啊，不出个出演他的工兵。海岸線に侵攻してきた魔族部隊のリーダーを撃破するわ。そして魔族軍団が混乱しているうちにディレス海峡を渡ってマヌチ・ベルゼリアでボーゼルと決着をつけるの。どうしてもボーゼルが混沌の王を召喚する前にこの戦いを終わらせなければなりません。これは最好速攻破戦路。なんだか簡単には行きそうもないな。大陸に侵入した魔族を撃退できたとしても安全に海峡を渡りきる保証はどこにある？仮に魔の地にたどり着いたとしても魔剣を手にする暗黒王子に勝てる勝算ってどれくらいあるんだ？まあ海峡を渡るのはなんとか協力できるけど、暗黒王子と対峙するのは。聖剣ラングリッサーが我々の最後の希望となります。マシュ、アメルダ。魔の地は敵の本拠地だけど、代々聖剣の英霊が闇を払い光の炎を燃やす場所でもあるんだよ。その通りです。ベルゼリアで私たちが聖剣の散らばった記憶を集められれば、ラングリッサーは再び後期の末裔の元に戻ります。みんな、もし今日こそが俺たち自身の価値を証明できる日だとすれば、みんなと一緒に戦えることを光栄に思います。マジ、そんなかしこまった話をするの似合わないよ。そういうキャラじゃない。わかる？何？ちょっと邪魔するなよ。俺はちょっと我慢できなくて。听故事吗？得，就看祖先的故事啊。しょうがないですね。本当に。ともか。安台主。帝国のモタニクス。剣中軍の指示に従います。火団有时候跟着去打去。水の門傭兵団は剣中軍についていくよ。战绩如何？哇！什么战绩？みんな、必ず勝利して生きてここに戻ろう。約束だ。剣中軍。冲冲。出発。没中啊，没中想要的。对，三十九章只是听故事而已。三十九章完全没有要打，骗这在骗的啊。